ございます。子供たちは今近くの公園に行ってます。ふーちゃんお散歩、おはようって。車止まったとこはあれしなくてよかった。この赤いポールのところが RV パーク。あの赤いポールのところが RV パークで、あそこの3番を今回借りました。バスケットコート、バスケットコートもあるし、あでこっちはテニスコート、テニスコート、はい、公園になって、ゲートボール場で今子供たちが遊んでる子供広場で、ここがすごく広い芝生のグラウンドみたいになってる。サッカーとか何でもできる、自由に使っていいみたいで、この自由広場というのはバスケットコートみたいな。で車止めてたのがここら辺ですね。でここがお風呂です。プールもあります。こっちですね、温水プールがありました。ちなみにここは犬は入っちゃいけない。はーい。じゃああとは子供たち、でも散歩の時はリードをつけて、芝生の中でペット遊ばせないでくださいって。あ、じゃあ行けるわ、うん、行きましょう。エイトくんがいた。ゲートボールやってんのかな。危ない危ない、エイト。読んで見て。ペットはリードをつけましょう。芝生の中には入らないようにって書いて。公園ないね、この中は。うん。お兄ちゃんたちが遊んでまーす。朝ごはんを作っています。外は雨です。これがすごい。ラストバッテリー。攻撃力は強いんだけどね。これは知ってるな。ふーちゃんはお利口にしてます。お供。あいつらバカじゃないの？あいつらタイルかと思ってんだよ。あいつらね、チョークがあるんだよ。あいつら逃げろ。ガーベが気になるから。意味あるよ。うわ、この子もいい。これ、もっとかっこいいよくないの？うーん。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 う
すごいのに。見えてきました。昔の湯に着きました。久々です。ここが駐車場で、奥が RV のキャンプ場になっているみたいです。新しくできました。美味しいよ。ここで。ね。かわいいカメ。カメだよ。言った。これぞの方が。もうこった。